ユミナガ流ファスティングをご紹介いたします。ユミナガ流ファスティングスタート。まずファスティング前日の夜は準備食としてお粥かお味噌汁を飲みます。ファスティング当日は1日酵素約 170ml くらい、水2リットルを飲みます。ペットボトルに酵素とお水を入れて、でこれをこまめに飲んでいきます。いただきます。いちごがメインで、黒糖の甘さもあるので美味しく飲みやすくて満足感もあって続けやすいと思います。たまに茶湯も飲みながら一日過ごしています。一日回復食としてお粥、お味噌汁、野菜スープなどを食べます。主に食物繊維とか発酵食品を食べています。きっかけは肌荒れからで、20代前半の頃に肌荒れがすごいピークで、そう、一時は首まで真っ赤になってしまった時があったんですけど、もともとアトピーもすごいひどくって、アレルギー体質でさらに不規則な生活をしていたので、一回デトックスしてこうリセットさせようって始めたのがきっかけだったんですけど、いろいろ調べながらやっていくうちにハマっていって、私は好きなものを好きな時に食べたいし、我慢もしたくないけど太りたくもないし、肌荒れももう嫌だと思って一番初めに始めたのが3日間ファスティングでした。1回で体重が3キロも落ち、肌も綺麗になりました。ダイエットにもなり肌も綺麗になったので一石二鳥だと思い、今では月1回のファスティングで体重もお肌もいい状態をキープできています。花粉症の軽減や便秘の改善、短期集中ダイエット、メンタル的にも安定してきた気がしています。夏までにダイエットをしたい方、肌荒れに悩んでいる方、ファスティングで腸内環境をリセットすることがおすすめです。皆様もぜひユミナガ流ファスティングをして腸内美人になりましょう。わからないことがあったら何でも聞いてくださいね。